なあ。私は世界地図を描くために。ナミです。私は世界地図を描くために。ナミです。あんたも来る？そこらの航海士より腕は立つわよ。海軍基地に囚われていた海賊狩りのゾロを仲間にしたルフィは、海軍に入隊したコビーと別れ、グランドラインへと向かう。航海を続けるルフィとゾロは空腹に苦しんでいた。発見した大鳥を捕まえるため空へと飛び出すルフィ。しかしルフィは大鳥に連れ去られてしまう。離れ離れになってしまった二人は無事に再会することができるのだろうか。返す返せ。なに？人が降ってきたぞ。ああ、助かった。なんか面白い経験しちゃったな。腹減ったな。助けに来てくれたのね。誰だ？悪いけど、あとは任せたわ。子分をかばったってわけか。なあ、どっか飯食うとこねえか。ふざけんな、このガムガムの。俺の宝物に触るな、この野郎。抵抗しないのが可愛いんなら願い下げよう。おう神、任せて。ああ、ゴムゴムのガトリング。36ポンド砲。相手に素手で勝っちゃうなんて。あ、お前さっきの誰だ？私は海賊専門の泥棒、ナミっていうの。ねえ、やだ、俺は別にお前と組みたくない。過当なキスなんかと一緒にしないでよ。私の目標はね、何がなかそんなに稼いでどうすんだ。秘密、グランドライカイズ。お前航海士？そこらの航海士より腕は立つわよ。そうか、ちょうどお前航海士として俺たちの仲間になんないか。いや、私が先
世界で一番嫌いなものは海賊なの。おい、航海士になってくれよ。そうね、条件を飲んでくれたら考えてもいいわ。私、まあいいか、海賊なら会ってみてえと思ってたし、行こうぜ。この手のひらに伝うものすべて。うめえだろ。お待たせしました。この手の うめえだろ。お待たせしました。お前さ、オール腹減ったやつの気持ちは誰よりもわかるんだよ。お前さ、よし、やるか。海賊王になる男だ。任せたぜ。強い者が勝つ。それだけだ。あんたも来る？俺の名はお前さ。します。よく返しに来たな。だが、どういう心境の変化だ。親分と喧嘩しました。もううんざりです。私をうんざりか。派手に面白い女だ。気に入った。仲間に入れてやる。潜入成功。やっぱ海賊は単純でやりやすいわ。なんで檻の中？今日は気分がいいぜ。女、おめえなんて名だい？ナミです。よっしゃ、みんなでナミの歓迎会を開くんだ。やろうとも特製バギー。撃たなきゃ私が殺される。でも撃てば私は海賊と同類になっちゃうわ。やれ、これが俺流の歓迎パーティーだ。どうした、手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせること、それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。信号を焦らすんじゃねえよ。天下はこうするんだよ。
ーティーテーブルキックコース。この手のひらに来たんだ。思い通りにはならねえぞ。浮かんでる海の選手になるためだ。不思議だろう。俺はこの腕っぷしで大佐にまで上り詰める。俺たちが来たんだ。思い通りにはならねえぞ。誰だ。俺を変な人と呼ぶよ。俺は変じゃねえ。誰だ。俺あんたたち、この海で一番美しいものは何だい。この手のひらに伝うもの。残念だ。一人におめえら何人がかりだ。ゾロ、怪我は。え、怪我はしてねえのか。ええ平気。いやー、よかった。よくここが分かったな。早くこっから出してくれ。お前な、何遊んでるんだ。鳥に連れてかれたと思ったら今度は檻の中か。これはこれで面白いぞ。貴様がゾロ、何の用だ。俺の首でも取りに来たのか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。
こりゃ興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。やめとけ、死ぬぜ。へえ、そうかい。口で言ってもわかんねえか。ド派手に登場だ。行くぜ。やった。そうかい。おにぎり。おもしり。おも。ダビ。任せて。バカめ。アイクロンテンポ。航海士より腕海よ。一緒に来ない？私は強い男が好き。そう、私だ。私は強い。やべえ、マジでやべえ。キャプテンは、キャ